あら、君も部室でランチ？大変ね。何か手伝いましょうか？そう？何かあったら遠慮なく言ってね。ええ、撮影が近いの。でも無理なダイエットっていうわけでもないのよ。必要な栄養はちゃんととっているから。それにもう慣れちゃって、特に物足りないとも思わないわ。前に比べれば食事制限はかなり緩いのよ。だからむしろ今は楽なものだわ。スクールアイドルよ。きっかけをくれたのは君じゃない。あれだけハードな練習をしてたら嫌でも脂肪は燃焼されるでしょ。大助かりよ。だから君には感謝してる。かわいいわね。どうかした？私のファンクラブ？そうね、ちょっと考えさせてもらってもいいかしら。好きじゃないっていうわけじゃないの。ただちょっとね、苦手意識があるというか。君にだから話すけど、昔一回やってみたことがあるのよ。そこでちょっとね、なんていうか熱くなりすぎたっていうか、まあいろいろあったのよ。読者モデルになりたての頃、嬉しくてね、すごくやる気に満ちていたの。でも読者モデルなんて少し目立つ子がカメラの前で笑っているだけって言われたりして、見返してやろうって随分努力したものだわ。おかげで現場でも評価してもらえるようになって、雑誌に掲載してもらえる機会も増えていったから、結果オーライなんだけどね。多分そう外れてないと思うわよ。評価が上がれば当然紙面での扱いも大きくなるでしょ。そうなると人気も上がって、注目株の一人と言われるようになったの。想像に任せるわ。そんな時ある企画が立ち上がったの。
他の人気読者モデルとユニットを組んでファンクラブを作ろうっていう紙面企画よ。ええ、誰かと組んで何かをするのって初めてだったから、ますます張り切っちゃってね。やるからには本気で上を目指そうって心に誓ったのを今でもよく覚えてる。応援してくれる人のためにも、海外のファッションウィークでランウェイを歩けるようなプロのモデルになりたいって思ってたわ。自分で言うのもあれだけど、目標があったし妥協はしてなかったと思うの。他の子たちも私と同じだと思ってた。トッププロとまではいかなくても、上を目指して人の何倍も努力してるに違いないってね。私が熱くなりすぎていたのよ。でもみんな仕事はそつなくこなしていたわ。だから表面上は何の問題もなかったの。ただ考え方が私と違っただけ。今にして思えば私が空回りしてただけかもしれないわね。もちろん向上心のある子もいたわよ。でも大多数は違ったわね。だから空気がおかしくなっちゃったの。当時はそんなの変だって思ったし許せなくてね。何度もぶつかって、結果私だけが外されたのよ。ああ無駄なことしちゃったなって思った。私はあの時ほどほど学んだわ。多分それが一番ちょうどいいの。私はほどほどでいたいのよ。それは君に、そしてみんなに出会ったおかげね。だってみんな本気なんですもの。何が言いたいのかしら。でも全力で応えて一緒に上を目指す。そうね、そうだったわ。初めて会った時から君は全力だった。手を抜いたことなんて一度もなかったわね。だからこそ今ここに私がいるんだもの。本当に君は面白いわね。保証ね。もし納得のいかない結果になったらどう責任を取ってくれるのかしら。へえ、それは面白そうね。そうまで言われたらね。いいわ、君の望む通りの私になってあげる。もちろんよ、私をやる気にさせたんだから覚悟なさい。泣き言は聞かないから、そのつもりで。そうと決まれば早速始めるわよ。今日は学校から追い出されるまで帰れないと思いなさい。やりたいことなら山ほどあるの。
今から言っていくからメモしてくれる？一通りアイデアを出し終わったら、それを選別してブラッシュアップ。優先順位付けよ。君のこと探してたのよ。どうしたのじゃないわ。さ、行くわよ。ファンクラブの打ち合わせ。そんなの話しながら食べられるでしょ。さ、時間が惜しいわ。急ぎましょう。よし、とりあえず今日はここまで決まればいいわ。君が的確なアドバイスをしてくれるおかげね。私が本気を出してるんだから当然でしょ。あら、ありがとう。嬉しいからミニトマトあげちゃう。まあ、ファンクラブの運営、当面の活動内容はこれでいいとして、問題は新曲ね。やりたいことがいろいろあってなかなか決められないわ。そうね。デモを聞いて一番衝撃があったのはこれ。ありがとう。そういうことなら決めたわ。この曲にする。応援してくれるみんなのハートをつかむんじゃなくて打ち抜きに行くわよ。何か問題でも？できるまで繰り返せばいいだけでしょ。歌に負けないくらいのダンスだってつけるわよ。大丈夫よ。必ずものにしてみせるわ。まあ、かりんさんの本気を見ていて。当然でしょ。満員になるよう活動してきたんだから。期待してくれている証拠ね。しっかりお返ししなきゃ。まずは今日、ファンクラブ最初のイベントを成功させて、来てくれたみんなを満足させてあげなくっちゃ。緊張？
してないわよ。緊張なんて自信がないからするものでしょ。今日までしてきた努力を誰よりも私が知ってるもの。私は私を信じるわ。かっこよくてセクシーでしょ。あら、君はずっと練習で見てきたでしょ。クールな私を見たくて来た子はちょっと戸惑うかもしれないわね。でも必ず魅了してみせる。イベントが終わる頃には来る前の数倍私を好きになってもらうわ。当然よ。君もしっかりと見てなさい。素敵な夢を見せてあげる。時間ね。行きましょうか。ちゃんと瞬きしないで見てくれた。きっとみんなの声援が背中を押してくれたからね。みんなの顔を見ながらだと練習の時とは全然違う力が湧いてくるのよ。練習だって手を抜いているつもりは全然ないのに不思議よね。みんな本気の私を受け入れてくれて嬉しいわ。ええ、本気と本気のぶつかり合いって最高。こんなに心地いいのは久しぶりよ。これも全部ファンクラブを提案してくれた君のおかげね。感謝してるわ。まだよ。この程度で満足なんかしないでちょうだい。もっともっと興奮させて。落ち着いて、どうしたのよ。あら、本当にすごい数。なんか熱烈ね。あの日の私以上に熱いじゃない。でもこんなメッセージをもらえるって嬉しいものね。ええ、ずっとほどほどを守ってきたけど、本当の私はこういう方が性に合ってるのかしら。正直ね、
いつもの私も私であることに変わりはないんだから、これからは両方をうまく出していけるといいな。ええ、私にしか表現できないスクールアイドルを作り上げてみせるわ。大いにしてちょうだい。特等席でその様子を見せてあげる。君が私をスクールアイドルに誘ってここまで本気にさせたんでしょ？あら、このメール、以前から私のことを知っていたみたい。ええ、私のしてたことは無駄じゃなかったのね。そうね、その通りだわ。かりん先輩、ニコニコして機嫌いいじゃないですか。まあファンクラブも順調みたいですし、わからなくもないですけど。先日のかりんさんのファンクラブイベント、とてもいい刺激になりました。ファンのみんなと一体になった素敵なライブでしたね。え？見てたの？はい、おかげで私まで燃えてきてやる気に満ちてます。かすみんだって。いえ、私のやる気には誰も勝てません。そんなことないですよ。私、この同好会に入ってよかったわ。